ワンピースみんなからの質問に答えようよいしょー。はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日は皆さんからいただいたワンピースの疑問にお答えさせていただければと思います。はい、行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録またの方よかったらチャンネル登録お願いしま す。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。はい、このコーナーはですね、定期的に K さんのツイッターの方でですね、ワンピースにまつわる疑問を募集しておりますので、ぜひねツイッターのフォロー概要欄からお願いしま す。お願いします。でぜひね、皆さん SBS 送りましょう。はい、お願いします。お願いします。そんじゃあいきましょう。はい、では早速いきたいと思います。はい、ガウさん。ガウさん、K さん、佐藤さん、こんにちは。 K さん、高橋さん、高橋さんです。質問です。はい、現在巷では断るごとにエネル再登場がささやかれ続けてますが神々おじさんささやかれされされされじゃないのよ、続けてますが、そもそもエネルが重要視され始めたのはいつからで、何がきっかけなんですか。はいはい、これからも体に気をつけて頑張ってください。あ、最後になりましたが、はいはい、高橋さんもこんにちは。あ、よかった。という質問でございます。よかった。俺この質問答えられないとこでした。もうちょっとで、佐藤さんに LINE しなきゃいけない、いや LINE 通話しなきゃいけないとこだった、ごめんなさい。よかった、大丈夫ですね。大丈夫、高橋さん呼んでいただいて僕答えていいですね。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。なるほど、もう根本的になんでエネルそんな大事なんじゃいってことですよね。確かにね。確かにそうね。はいはい。話題には確かになってるけど、冷静になんでってね、分かってない方もね、多分いると思うんで。ね。ざっくり確かにそうですね、今。僕なりに、お答えさせていただくと、まあ、最初はやっぱまず敵、ボスとして魅力的であるから、やっぱ再登場してほしいっていうのはやっぱ根幹ではあると思うんですよね。ファン的にもだってエネル再登場ってだけでやっぱ興奮するじゃないですか。例えば今までもさ、例えばバギーから始まりね、今までのボスキャラって大体再登場してるじゃないですか。ね、クロコダイルしかりさ、確かにルッチしかりさ、いろんなキャラがやっぱ新しい編になってもまた新たな装いで、まあ、新登場する、再登場するっていうのはやっぱ興奮しますよね、まずね。なのでそんな中でやっぱエネルっていうのはまだ本編で再登場してないんですよね。なのでやっぱそこに対する期待値っていうのがやっぱ一番でかいとは思います。俺もそう。てか、いや、熱くないですか、だってやっぱエネル、もう一回出るってなったら、うおーエネル来たってやっぱなるしね。まずそこは多分あると思うのと、で多分僕的にまあ大事なのがまあ2つ今思い浮かんだのありまして、まずは扉絵シリーズですよね。本編でもいやルフィに負けた後フェアリーバースへって言って、いや月に向かったわけですよ。で扉絵で、要はエネルっていうのは月の古代都市行ってるんですよね。だいたい428話の扉絵から、まあエネルっていうのは月に行きましたと。でまず月に行ってる時点で、何それ、意味わかんない。唯一。そう。で、しかもそこに壁画があったわけですよね、太古の。470話、オーズ VS 麦わらの一味とか、472話、ダウンのね、扉絵で、太古に生きた翼を持った月の人って書かれた、要は壁画を見てるわけですよ、エネルが。で、月の都市、その名もビルカ。資源不足で青色の星へ飛ぶと。要は月の人たちが青色の星に飛びましたよっていう太古の壁画があるわけなんですよ。それをエネルが見てるわけ。これもうバチクソ月大事じゃんって話だと思うんですよね。要はワンピースっていうのはその過去の話で、空白の100年とか、要は過去ってすごい大事だったりするわけじゃないですか。そのワンピースとかラフテルとかそのあたりに、まあ大事そうなワードがある中で、要はその太古の昔に月から人がこの星に来てたっていう事実がここで明らかになってるわけなんですよね。もうやばない、やばいこと言ってるね。もうね、この扉絵だけでやばいんですよ。もうとにかく何がすごいか、何がどういういきさつがあるのかとか、その辺全然わかんないけど、とにかくやっぱりワンピースの根幹とかにもしかするとかかってくんじゃねえ問題が、まあ、月に要素としてあるわけなんですよね。でかつこの月のその太古っていう文字とかも、まあ、例えばですけど、その太古の人一人挙げるとしたら、要は二課ですよね。太陽の神ニカも、要は太古の、その、要は奴隷を解放した戦士って言われてるわけですよ。だからニカとか、その辺もかかってくんのっていう。で、ニカは太陽の神ニカでしょ、で、ここは月なんですよ、でも。だから太陽とか月とか、そのあたりの要素もここに含まれているよと。で、かつその月の都市っていうのは、エネルの電気で動き出したわけなんですよ。なんで電気で動くのっていう。もともとだから、エネルより前の人は電気で動かしてたわけじゃん。その太古の人たちは。なんで月にそんな文明あんのとか。確かにね。もう月の謎々詰め合わせパックなわけですよ。このエネルの扉絵シリーズがね。
まあまあ、ざっくりそんな感じですかね。まず一つ目、まあ、要は月関連、月宇宙関連でやっぱエネルが、まあ、扉絵でやばいことになってるよっていう。で次二つ目としては、うん、要はエネルがやっぱ空島編でいろんな要素を持ってたってことですよね、うんうんうん、今空島がとにかく大事じゃないですか、うん、いや太陽の神って出てたのってやっぱ空島が結構序盤では出てるんですよ。うん、生贄の祭壇の時とかも、太陽の神よとかね、いろいろあの森の神とか大地の神とかいろいろな神をね崇めてる人たちなんですよね、うんうん、であのシャンドラに住んでいたシャンディアたちはポーネグリフを守るために滅んでるわけなんですよ、うん、つまり言うたらそのジョイボーイとか光月家側なんですよね。シャンディアって、うんうん、ポーネグリフを作ったのは光月家ですから、うん、でそのポーネグリフを導いてって見つけられるのがワンピースですよね。でそのワンピースを残したのはジョイボーイでしょ。だからジョイボーイ光月がくっついてます。でシャンドラもそのために戦って滅んだ都市ですから、もうそっちサイドなんですよ。でそこでその太陽の神やら何やらって出てるところのやっぱボスがエネルだったんですよね。だからどこまで知った上であんた動いてんのっていうのと、あとエネルっていうのはルフィたちが行ったスカイピア、あの空島の前にビルカっていう空島にいたわけなんですよね。でそのビルカっていうのを滅ぼしてスカイピアに来てるわけなんですよ。でビルカっていうのはさっき言った月の都市ビルカと同じ名前なんですよね、うん、つまり宇宙にも関係してるであろうビルカ、そして空島でも大事そうなビルカ、そのダブルビルカにエネルの要素があるんですよね。なるほど。そうだ、一つ目としてはで宇宙関連のビルカもそうだし、で二つ目空島、うん、要はシャンドラ、そのあたりも含まってで、やっぱビルカの話とかも繋がってきてる空島関連。なるほどね。なのでそのあたりが絡まってきて、やっぱエネルマジ大事だよねっていうのが、うんうん、やはりその要素としては大きいんじゃないのかなと思いますね、うん、なのでもうそのファン的にも熱い、かつ要素的にも熱いので、まあ世間的にはやはりエネル再登場するんじゃないかってやっぱ言われますよね。もう僕もやっぱしてほしいと思うし、いずれ絶対するだろうからね、うんうん、楽しみですよねっていうことでのエネルの話でございました。はい、うん、なるほどですね。気になるよな、だからエネル、そうですね、まあもちろん細かいとこ言ったらねもうちょっとあると思うけどね、うん、っていうことはあれですね、うん、2つの要素があればクリークも出るかもしれんっていうことですかね。クリークはいい、せめて銀は出てほしい。銀は出てほしいけど、クリーク、うん、俺は最強だって今出てももうペンだよ。でも一つ目のやっぱりそのちょっとこう何、うん、ボスとしてやっぱ強かったというかね、はい、こうやっぱ出てほしいっていう思いはまあ一個目まずクリーククリアしてますんで、でやっぱ二つ目は、ね、イーストブルーのキャラクリアしてんの？二つ目のところだね、そのねちょっと月とかさ、うん、何かそういう関係性が出てくる、月関連してんの？クリークも出てくるかもしれんっていうことですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次の質問いきたいと思います。はい、行きましょう。みまさん。みまさん、ありがとう。はい、りんさん、けいさん、いつも楽しく動画拝見させてもらってます。えい、ありがとう。個人的な質問ですが、はい、この前新聞のテレビ欄で、はい、ジャニーズと会ったのですが、ズニーシャと読み間違えました。うん、これは何かの病気でしょうか？教えてください。という質問でございます。なんて、ちょっとイガイガしちゃったのど、うん、なんてテレビ欄で、まあ、ジャニーズって書いてあったらしいんですけど、はい、ズニーシャと読み間違えたらしいんですよね、はいはい、ジャニーズ、うん、でこれ何かの病気ですかっていう質問です。なるほどなるほど、ジャニーズって書いてあるのが、まあ、ズニーシャに見えちゃうってことですね、うん、まあ確かに逆から読んだらね、ズニーシャ、うん、でその「シャ」に点々つけたらズニーシャで、ジャーニーズですね、ジャーニーズ、逆から読んだら、うん、ズニーシャ、うん、これ確かに逆から読んだら似てますね非常に、うん、ズニーシャとジャニーズっていうのは、うんうんうん、点々をつけて逆から読むことによってやはりこれは非常に似たものっていうことをやっぱり示唆されてますね、これは本編で、うんうん、つまりですね、ジャニーズっていうのはですね非常にたくさんの方々いらっしゃいますね、ジャニーズジュニアの方々も含めね、いろんな方々いますよ、もう何百人ぐらいいるんじゃないですか、うん、つまりこれはズニーシャというのは一人ではなく何百人といるという示唆なのではないでしょうか。何を言ってるんだ、自分でもう何を言ってるんだ、これはなんだこれ、なるほど、なるほど、なるほどじゃねえ、なるほどね、なるほどじゃねえ、もしかしたらいっぱいいるかもしれんってことだね、いっぱいいたらすごい海狭い、なんか狭いよ海が、あんなでかいのいっぱいいたら狭ーってな、ぎゅうぎゅうなるなんだこの、何を言わせてんだ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では次の質問いきたいと思います。はい、タングステンさん、タングステンさん、ありがとう。ありがとうございます。高橋さん、ケイさん、こんにちは。こんにちは。
D の一族は月出身として黒ひげの幼少期のイラストは月を見て泣いていますが、あれは月で何かがあって両親が黒ひげだけを助けて青い星に逃がした、だから月にいる両親や故郷のことを思って泣いているという可能性はありますか。高橋さん、今朝のご意見をお聞かせください。なるほど、でございます。なるほど、すごいですね。うん、ああ、実は本当に月から来たんじゃねえかってことね。黒ひげ自身がね。うんうんうん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。うんうん、今、いただいた感じだと、まあ、率直にはね、まあ、違うんじゃないかって、やっぱ僕は今思ったんですよ。うん、まあ、というのも、理由としては、まあ、月は動いてないわけですよ。何にもないし、資源不足だし。うん、で、エネルが、その扉へで行って、電気で攻撃して、初めて動き出したわけですよね。うんうん、多分、生きていけない、うん。ナチュラル回答になっちゃいましたけど。うん、うん、多分エネルだからこそっていう要素があるんで、月から直接ってことではないとは思うんですよね。うん、まあ確かにあの幼少期ね、あの月を見て泣いてるっていうのは確かにあの印象的ですもんね。うん、これは印象的なんで、確かにね、月に直接的なね意味があるのかなっていう感じもするんですけど、まあ、あれはおそらく、まあ、夜寝れないっていうことだと思います。うん、なるほど、寝れなくて泣いてるんだね。そうそうそう、だあれって明らかになったってめっちゃ前ですから、 SBS でね幼少期が明かされたのって結構前ですから、うん、で要はあの96巻かオーデンとね、そのロジャーの冒険とかあのあたりで、要は黒ひげっていうのは寝れないっていうのが明らかになったわけですよね。うん、なのでまあその伏線だったってことだと思うんですよ。なるほど、なので夜寝れないから泣いてる、うん、という描写だとはやっぱ思います。うん、ただあの月に直接由来がないとはいえ、うん、D に何かしらあるとはちょっと思ってるんですよ僕も。なるほど。まあ D ってそもそもまだなんだか分かってないですけど、今撮ってる時点でね、うん、1043話の後撮ってるんですけど、うん、今の時点では明らかになってないんですけど、うん、まあ D っていうのがさ、もう何なんだかよく分かんないじゃないですか今。うん、まあ月のね、その半月っていうのはずっと言われてるし、あと笑顔っぽい感じのね、その口元っぽいのも感じもするしね。うん、でいろんな、まあデビルとかさ、ディスティニーとかね、いろんな意味合いがつけられそうじゃないですか D って。で結局何なんだっていうのはね、やっぱあるんですけど、うん、まあ、ただ一つもうほぼほぼそういうことだろうっていうのが、やはり過去にあの空白の100年で滅んでしまったある巨大な王国の生き残りであることはほぼほぼ確定なんじゃないのかなと思いますよね。うんうん、なんでかっていうと、ある巨大な王国があるってあのクローバー博士がね言ってたわけですよ。うん、でそのある王国が滅んだと同時に世界政府が発足してるわけですよね。うん、つまり世界政府とある王国っていうのはまあ対立してますと、それは間違いない。でそこが滅んだからこそポーネグリフをね、その王国の人たちは残したわけですよ。まあ、つまりポーネグリフっていうのは読み解いていくとラフテルに行けるわけですから、まあ、ラフテル、そこにワンピースを残した、まあ、ジョイボーイとか、あとはその和の国の光月家ね、ポーネグリフ作ってるから、で世界政府と対立してるであろうそっちの王国の意思を紡いだものが、まあ、ポーネグリフとかそのあたりなんですよね。でそんな時に世界政府発足した当時の20の王の生き残りが天竜人ですよね。要は世界政府があって天竜人ですよね。で天竜人が言ってるセリフとして、要は D は神の天敵って言ってるわけですよ。うん、いや自分たちを神と今崇めてるわけですよね。うんうん、この世界の神だって言って、うん、まあ、生きってるわけですよ天竜人は。生きってるよね、生きり神ね、生きり神怒られるかもしれないけど、そんなこと言ったら、まあね、良くない方向に行っちゃってるわけですよね。うん、でその人たちの敵が D って言ってるわけですから、うん、まあある巨大な王国は、まあ、D を継いでるで間違いないでしょっていうことではあると思うんですよね。うんうん、でそうなった時に D に対する僕疑問として、やっぱり最近気になるのは、うん、ワーテルですよね。うん、ただの D じゃなくて、いや隠しなのワーテルもいると、うんうん、ローですよね。うん、ローのフルネームがトラファルガー D ワーテルローと、うん、まあ、本編でも明らかになりまして、うん、で要はワーテルっていうのはまあ隠しなのわけですよね。ごめん今ちょっとごちゃになっちゃった。あのワーテルはイミナですね、イミナ。うん、つまりおそらくですけど D の中でもやはり何種類かありそうではあるんですよね、ジャンルがね。ジャンルがそう、D のジャンルが、うん、で、まあ、ちなみにイミナ調べてみますと、イミナの意味としては、うん、死後に生前の業績などでつけた称号、死んだ人の生前の名前、本名、うんうん、ちょっと何言ってるかよく分かんないんですけど、うん、全然分かんないわまあおそらくですよ、例えばですけど、うん、じゃあまあいや過去のワーテルさんがいたとしましょう、うん、その人は多分ワーテルってついてなかったと思うんですよね多分。はいはいはい。でその人が死んだ時に、じゃあこの一族はワーテルとつけましょうっていうことだと思うんですよ。なるほど、後からつけたんだ。後からこの一族はワーテルってことにしましょう、う
という意味だと思うんですよね。だから意味なのね、意味としては、うん、死後に生前の業績につけた証拠なん で例えばじゃあ高志が今じゃあ亡くなりましたと、うん、でそしたらちょっと高志に意味なとして業績叩いて〇〇ってつけてあげましょうっていう、その後からつくっていう名前ってことですよね、うん、なんてつけたらいいんだろうね、うん、ダイナソー、ダイナソーとかにする、ダイナソー、ダイナソー、大和ダイナソー高志恐竜要素ゼロの人に OAD ダイナソー高志とかどうすか、 D2 個はないD の、ダイ、いや、あの、ダイナソー竜崎みたいになるから、インセクター派がダイナソー竜崎みたいになるから。なんで、まあ、そういうことですよね。だから、後々、名前をつけると。いうことですよね。だから、そういう意味で、多分、ワーテルっていう家系は、やはり重要そうじゃないですか。意味なから読み解くとね。なので、今、可能性として、例えばですけど、まあ、ルフィみたいな D、普通の D。もしかしたらルフィもあるかもしれないしね。意味なとかそういうのが。プラスで、ローのような、ワーテルがついた D。まあ、少なくとも2種類いてもおかしくないわけですよ、今。となると、もう1種いてもいいんじゃないのってことですよね。3種族目だ。ねえ、だから、それが黒ひげのサイドなんじゃないっていう。じゃあ、隠れてる名があるかもしれないってことだね。いや、そうなんですよ。そこなんじゃないかなって僕思うんですよね。マーシャル D なんとかピーチってこととかね。それか、その、そもそも D の意味が違うとかね。だからルフィは、例えば、ドーン、夜明けの D だけど、黒ひげは、要はデビルの D とかね。なんかよく言われてるじゃないですか、そのあたりも。あの、黒ひげとルフィはやっぱ違うんじゃないかって話も。なるほどね。うん。なので、その黒ひげに関しては、やっぱ、なんかね、やっぱルフィとちょっと違う D な気もするわけですよね。で、そうなった時に、あの、頂上戦争でも、白ひげもね、こう言ってたわけですよ。うん、お前じゃねえんだ。ロジャーが待ってる男は、少なくともティーチ、お前じゃねえ。うん、こういう形で言ってるわけなんですよね、うん、なのでだから例えばロジャーが待ってるのってじゃあ誰なんてなったらまあおそらくルフィじゃないですか、うん、ルフィのような男をルフィのような人物を待ってたと、うん、なので少なくともルフィとちょっと違う要素があるんだろうなっていうところもまあ読み解けますよね、うん、でそうなった時に結局はじゃあ黒ひげのその正体ですよね、うん、だからおそらくですけど今話してきたことをまあつなげていくと D にも何種類かいてで、その中でもやっぱ特殊な体質である D が存在する。で、それが Teach なんじゃないのかなってことですね。うん。僕的にはその D 由来なのかなってやっぱ思ってますけどね。なるほどね。なんかこれで、なんかこれロックスが悪魔の実2個食べてたらあれだね。もうそうだと思う。ロックスサイドじゃないですか。やっぱ Teach っていうのはロックスの後追ってますしね。うん、サーベル・オブ・ジーベックとかね、ジーベックの剣っていうね、船つけてたりだとか、ハチノスのね、元締めやったりだとか、ロックスが今までやってるようなこととか、その辺を踏襲して動いてるわけですよ。うん、まあそうなった時にやっぱロックスもそういう人物だったからこそ俺もそういけば王者に近づけるという考えで動いてる可能性ありますよね。うん、ロックスも D 持ってます。でそのロックスが例えばですけど夜寝れない体質だったとしたら、うん、同じ D っていうかそっちですよね、同じ人種、その可能性ありますよね。うん、なのでそういった意味で、まあ、その月の描写を見て泣いていた。でかつやっぱ D にも何種類かいそうで、それがティーチの体の構造が異形、そのあたりにもつながってくる話なんじゃないのかなってことですね。うん、だからティーチの D が違うかもう一個何か入ってるか、うん、という可能性は十分ありえるんじゃないのかなっていうお話でした。うん、はい。うん。まあもちろんね、その月からね、来てる説ももちろんゼロではないと思いますよ。うん、その今僕はね、こういう話で話しましたけど、もちろん質問者さんがいただいた通り、うん、まあそのね、可能性ももちろんありますから。うん、で何があるかわかんないからね、うん。もうワンピースマジで。うん、ちょっとこのあたりは今後ですね。まあティーチャー間違いなくね、まあラスト、この後ワノ国編の後の、うん、まあボスでしょうから。うん、楽しみですね。はい。うん、ワンピースで楽しいね。はい、今日ここまで、最後まで見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。このチャンネルでは毎週月曜日と火曜ね、ジャンプの最新話の感想動画上げてます。ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。はい、はい、次も見てください。明日も楽しもう。またねー。オーバーティーンダイナソーじゃないです。だからお願いお願いします。チャンネル登録。お願いお願いします。そしたら